皆さんこんにちは。2月24日聖日リビングライフの時間です。私は日本キリスト教団深沢教会牧師の斉藤敦史と申します。今日も御言葉の恵みを共に味わってまいりましょう。本日私たちに与えられました聖書の御言葉は新約聖書テトスへの手紙1章1節から9節です。テトスへの手紙1章1節から9節。神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロ、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたのです。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。神はご自分の定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから同じ信仰による真実の我が子テトスへ、父なる神及び私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますように。私があなたをクレテに残したのはあなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。それにはその人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり反抗的であったりしない信者であることが条件です。監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく短気でなく酒飲みでなく喧嘩好きでなく不正な利を求めず、かえって旅人をよくもてなし善を愛し慎み深く正しく敬虔で自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えをもって励ましたり反対する人たちを正したりすることができるためです。今日から私たちは新約聖書のテトスへの手紙を共に読んでまいります。テトスへの手紙、私たちどれほど親しみを持って読むことができているでしょうか。すでに何度も目を通された方もおられるかもしれませんし、福音書に比べるとやや印象が薄い、そのように思われる方もいらっしゃるかもしれません。今まで私たちはマルコによる福音書を読み続けていましたので、そこからテトスへの手紙。さて、この手紙はどのようなことが書かれているのか。そのような期待感を持って今臨まれておられる方も多いかと思います。私は牧師の立場から申し上げれば、このテトスへの手紙は牧師という仕事を務めるにあたってなくてはならない手紙であります。でもこれは別に牧師だけの手紙のためだけの手紙というわけではありません。すべからくすべてのクリスチャンの方々がこの御言葉からいわゆるクリスチャンとして生きるとはどういうことなのか、特に共同体が自分だけではなくてその自分を取り巻く共同体が神の民として生きていくのにはどういうことが必要なのかということについてかなり具体的な指示が与えられている、そのような手紙であると私は理解しています。パウロという宣教者は
本当に方々に神の喜び、救いの福音を伝えてきました。まあ、そういう意味で言えば伝道に熱いパウロだったわけですが、パウロは伝道に熱かっただけではありません。実際にこうして信仰者が集められて、そして集められたその共同体の中でどのように神を礼拝していくことができるのか、神を賛美することができるのか、集められた人たちが同じ喜びに預かることができるのか、まあ、そういう意味で言うとパウロは伝道者であると同時に牧会者でもあったと言えるのです。そのパウロがテトスへとこの手紙を書いたということになります。今日は特に五節以降に私たちは注目したいと思います。ちょっと長いんですがお読みします。私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。それにはその人が避難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり反抗的であったりしない信者であることが条件です。監督は神の家の管理者として避難されるところのないものであるべきです。わがままではなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず、かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、敬虔で自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えをもって励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためです。このように書かれているわけです。ここで実際に信仰者たちの共同体が、またもっと小さな単位で言えば家族がどのように神の民として歩むことができるか、パウロは具体的にこの役割をお与えになったということなんです。今日のテトスへの手紙一章一節から九節の中では、二つの役割が登場します。長老と呼べる人と、また監督と呼べる人です。この監督、長老という、まあ、いわゆる職制と呼ばれるものは、今の教会まで受け継がれてきています。つまり、その共同体である、まあ、現在私たちでいう教会が、どのように神の民として治められることが必要なのかということについて、この今いただいた5節から9節の中には、具体的にその条件について書かれています。私はですね、この御言葉を聞くときにいつもドキッとします。この条件を 100% 果たせるという自信はないからです。もちろんここら辺に書かれている条件が本当に神の民の豊かさにつながるということを確信しているからこそ、そこに目指そうとする自分自身があることに嘘偽りはありません。だからといって私がこれを成し得ることができていると、この 100% 自信を持っている答えることは、決して嘘をつくことはできません。できないんです。でもこの聖書の言葉の中にはそれが進められています。じゃあこの現実には難しいけども、それを目指すように進められていることのズレをどのように私たちは埋めることができるか、ここに重要なポイントがあるんです。これが一体何かというのが、パウロのこの手紙の書き出しによって明らかにされているということを、私たちはぜひ注目いたしましょう。一節を読みます。神のしもべ
またイエス・キリストの使徒パウロ、ここで一回切ります。そして4節、同じ信仰による真実の我が子テトスへ、父なる神および私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますようにと書かれています。私たちはこう手紙とかメッセージとか、まあ、Eメールでも LINE でも何でもいいんですけれども、人に何かを伝えたいというときに、やっぱり最初にまず大切なことを伝えるんじゃないでしょうか。パウロもそうだったんです。大切なことを伝えた、それは一体何かというと、イエス・キリスト、キリストイエスという言葉なんです。イエスは私たちの救い主、キリストである、つまり救い主であるイエスが私たちの教会の頭なんだということをテトスにまず思い起こさせてから、監督や長老の条件というものについて述べているんです。だから私たちはこの何かを管理するというときに、それは自分の好き嫌いであるとか、自分の生い立ちであるとか、自分がこの社会で学んできたことを生かすということではないんです。私たちにとって必要なのは、イエス・キリストが私たちの頭であって、その頭の下でどのように生きるかということが大事なんです。このことがまず真ん中に置かれて、それでこの条件の一つ一つを私たちは見ることができていくんです。そのような思いを持ってテトスへの手紙を読むならば、その豊かさが私たち一人一人に広がっていくことを絶対実感できると思うのです。私たちにとってのリーダーとは誰でしょうか。本日私たちに与えられたテトスへの手紙を読むと、長老とか監督といういわゆる管理者であり指導者のことが書かれています。しかし、それら監督や長老と呼ばれる人たちは、その職に就く人たちがリーダーなのではありません。もちろんリーダーシップを持つことは大事です。でも究極的に私たちのリーダーはイエス・キリスト、ただその方お一人だけなんです。ですから私たちは主イエスのリーダーシップを自分が行うべき指標とするんです。私たちは主イエスのリーダーシップに聞くために御言葉が与えられている。そしてこの御言葉に聞くんです。そしてこの主イエスがリーダーとなってくださって、この多くの信仰者たちが集められた時に、その人たち一人一人を支配するんではなくて、神から委ねられた管理を神のやり方によって、神の御心によって行っていく。その時に私たちは自分のこの我というものを超えてですね、ここに記されているようなその長老の条件というものを謙遜に目指すものとさせられていく。そうすればですね、必ず教会は豊かにされていきます。そのような豊かな教会に人がどんどん集められていく。これこそ福音伝道の喜びなのではないでしょうか。それではお祈りいたします。教会の頭、イエス・キリストの父なる神様、私たちはあなたが集めてくださった信仰者の群れの中で生かされています。私たち一人一人はあなたから預かったその恵みを、互いに汚さず、互いに気づき合い、そして喜びを得るために、あなたが与えてくださった条件の一つに一つについて考えるものとさせられます。自分の力によらず、ただ聖霊様が与えられていることを信じて、
あなたの力によってそれを成し得ることのできる力をお与えくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。